愛川町は、秋田県の北部に位置した町である。2005年3月22日、北秋田郡の高野須町、森吉町、阿町との合併によって、北秋田市となり、廃止した。愛川町の名は、住民公募の中から選ばれた。由来は、阿川と小阿仁川が合流する場所であり、四家村が合わし、村の政治、経済、文化、交通も、 またここであい、過去の伝統を踏まえながら、新しい街づくりのため総力を結集するという意味が込められている。1956年に制定された、愛川町のあ、いをデフォルメにしたもので、躍進、近代的爽快、発展的夕日の象徴として表現したもの。西部は、では丘陵の一部で、標高443メートルの白津山を頂点とし、 平均300メートルの南北両線を境に山本郡二つ以上と隣接していた。北部は大野台と呼ばれる鉱石台地が広がる。某住山が主弦の場として開かれていた頃、某住山一帯を支配し沖縄面に住む高倉長者という族長がいた。高倉長者は坂の上の田村麻呂と協力して、長面三兄弟という絵像を制伐したとされている。 その長者に立つ子という一人娘がいた。この娘の婿は兄と言ったので、人々は彼のことを兄伝と言った。ところが、婿を取ってしばらくしたら長者に男子ができた。長者は後に財産の争いが起き、血を見ることがないようにとくじ引きで土地を分け与えることにした。その結果、娘婿の兄伝は米が沢実施は、 鎌が沢に住みそれぞれの地を支配することになった。その後、二人は奥地を切り開き、娘婿は大兄といわれる非立内地区まで、実施の方は小兄と呼ばれ萩き形までをそれぞれ支配することになった。明治時代の大工小区制では、1871年8月のものでは、第五大工の第八小区及び第十三小区に変列させられた。 その後、11月の改定で、第5大区の第1小区及び第5小区に変列され、その後1873年の改定では、全域が第2大区第3小区に変列することとなった。1878年12月に、大区小区制が廃止され、また、秋田軍が南北に分割されると、後の町域は北秋田軍に属することになった。 1889年の明治の大合併では、町域内に、王の村、落合村、か昭和に村が発足する。しかし、王の村に属した木戸石上杉はもともと、肝入里,里で独立の自治組織を保っており、それぞれ出立村しようと県に陳情したが却下された。その後も、村民の不満はくすぶり続け、 1891年12月になって、秋田県側より、長州に向かうこととなり、翌1892年に、大野村は上大野村と、下大野村に分割されることとなった。戦後、昭和の大合併で、同規模だった四家村の合併が県内でいち早く、進められ、1953年には、下大野村長、畠山義郎の下で、 合併協議会が発足される。しかしながら、合併後の役所の位置をめぐって、地理的にも中心であり、市街地に銀行支店や、陶器出張所、郵便局もある落合村と、兄号線船後上、大野駅があり、物資集積地でもあり、未開根地大野台にも近接する、上大の村の間で紛糾してしまう。両村の中間にあった、下大野村は、役場の位置は上、 大野駅前とする、上大野、落合の中学校を統合して、落合に中学校を新築する、落合村の中心地理体から上、大野駅まで直線道路を敷くという妥協案も示すも、受け入れられなかった。また、秋田県側も、また、中心市街地の形成に難があるとして反対した。この問題点を抱えたまま1955年に合併することになる。その後新町役場は、 相川駅での退化後の1956年11月に相川駅前に決定し、1957年6月に竣工した。合併直後、相川町は財政再建団体に指定される。合併当初、上王の村及び落合村が赤字、下王の村が差し引き、ゼロ、下、昭和に村が黒字であった。しかしか昭和に村の黒字は、 道路改修の繰り越し金であり、合併初年度にその資金で道路を改修したため、資金はなくなった。この赤字は1959年、国有林の払い下げに伴う再起で解消した。同年9月には、宇ご上、大野駅で火災が発生し、51棟が消失、30世帯以上が被災する大火災となった。その後、10月26日に、都市計画を申請。 翌1956年に認可され、1958年には、リタイと相川駅を結ぶ、幹線道路が開通した。1957年には、二つ以上にあった七座英林所を誘致し、1959年に、相川英林所として、相川町役場に移転、1961年に、英林所が竣行した。相川町は成立当初より、災害に見舞われ、 苦難が相次いだ。そのため、社会福祉は建町以来の悲願であった。1958年には、町内の特殊化から原資を募り、秋田県初となる社会福祉金庫を創設。1957年には、満85歳以上の高齢者に、経老年金制度を作り、100円札10枚を配布した。これは1961年に制定された国の、 国民年金、老齢福祉年金に先駆けた制度であった。1965年には、大野大に知的障害者施設、愛生園を開園させ、また1960年代から70年代にかけて、救護施設や受産施設、またそれらの施設で働く人の通勤料を整備した。また1964年には、国庫補助金を利用しした次に、 自動館を開設したこれらを受けて1966年、愛川町は全国で初めて社会福祉宣言の町を決議することとなる。大学校高校中学校、小学校人常小学校は1874年に、木戸石李理の2校が、翌1875年には、三北、上杉の2校が、1878年には、鎌の沢学校が開校した。 1883年には、三北学校が、鎌の沢学校に統合される。戦中の国民学校化に伴い、上杉人上小学校が上、大野国民学校に、理体人上小学校が、落合国民学校に改名した。戦後、木戸石国民学校が、下尾野小学校に改名される。合併に伴い、下尾野小学校が、 相川北小学校に、上杉小学校が、相川東小学校に、落合小学校が、相川西小学校に、上小谷小学校が、相川南小学校に改名された。北秋田市に合併後はすべて、北秋田市立になったが、2012年に、相川東小学校と、相川西小学校が合併し、相川小学校に、2015年に、相川南小学校と、 愛川北小学校が愛川小学校に統合され、現在は一小一中体制となっている。以下は北秋田市に合併した時点での小学校である。町内に空港はないが、町のすぐ北東に大館の城空港がある。ありがとうございます。